終わった。今日の練習すごく良かったよね。はい、年内の総まとめというところですわね。皆さんよく動いてよく歌っていたと思いますわ。年内の部活は今日が最後なんだよね。あ、そっか、もう終わりなのか。練習をしていると時が経つのはあっという間ずら。練習のない間はよく寝てよく食べてよく遊ぶこと、これがいい子の条件だよ。寝て食べて遊んでルビーもいい子になれるように頑張ります。ルビーちゃんはもう十分いい子ずら。ヨハネは寝ないで食べないで遊ばないで過ごそうっと。こらこら、悪い子になるのはダメだよ。だってヨハネは堕天使だもん。まだお正月まで日があるし、もっと練習したかったの。練習したいっていう気持ちはわかるけど、そういう約束だったから仕方ないわね。年末年始はいろいろ時間を取られてしまいますから。黒沢家は年末忙しいからね。毎年ダイヤは手伝ってて偉いよ。マルもお寺のお手伝いがあるからあんまり練習はできないかも。花丸ちゃん、ルビーもお寺のお手伝いできるかな。ありがとう、ルビーちゃん。ルビーちゃんはマルの分までよく寝てよく食べてよく遊んでほしいずら。そっか、わかった。時間を確保できる人たちで集まって練習を進めても構いませんが、いかがですか。チカちゃん、どうする。練習したいけど、やっぱり全員で練習したい。ダイヤさんや花丸ちゃんたちが練習に出られないなら、私たちもやっぱり休むよ私たち9人でアクアだもの。年末年始はみんなでゆっくり休んでパワーチャージしておきましょう。アクアもちょっぴりお休みだね。残念だけど、たまにはいいのかも。うん、でも年明けはみんなで集まってみんなでおせち食べようね。そうだ、ちか、明日は久しぶりにあれやらない。え、あ、ハートの2持ってた。私これでアクリー。さっきのババ抜きは負けたけど、七並べなら勝てると思ったのに。これは真剣勝負なのであります。だからチカちゃんごめん。ふう、ハートじゃなくてスペードの2が欲しいのに。もしかしてカナちゃん、スペードの2持ってない。それはどうかな。私はハートの1を出してっと。パス。はい、スペードの2、私も上がりだよ。うわー、そんな、さっき出せたよね。ずるくない。ずるくないよ、私だって真剣勝負なのであります。あの時パスしたのがまずかったのかな。いや、でもあの時はそうするしかなかったし。悔しい勝つまでやる。やるやる。けど今日はゆっくりするって決めたから今日はもうやらない。ゴロゴロする。あんなに練習したがってたのに、チカはもうすっかりお休みモードだね。練習したいなって思ってたけど、こういうのもたまにはいいかなって。チカゆるいね。今までチカちゃん頑張ってたもん、たまにはいいよね昔はずっとこんな感じだったけどね。確かに小さい頃はいつも誰かの家に集まってこうしてトランプしたりしてた。3人で一緒にいる時間が多かったよね。3人一緒なのは今もあんまり変わらないけど、2人とも大きくなったね。小学校入ったらカナンちゃんと違う学年だったからびっくりしたんだよね。そうそう、近所だし絶対同じ学校に行けるって思ってたんだよ。まさか学年が違ったとは。うちはパパが船乗りだし
チカちゃんちは旅館さんだし、カナンちゃんちもダイビングショップやってるし、ほんといつも一緒だね。ダラダラしてないでうちの手伝いしなさいってみんなで怒られたりして。あるある。あ、そうだ、うちの手伝い忘れてた。やば、倉庫の整理年内にやっとかなきゃだった。私も家の掃除を手伝うって言ってたのに、あー、なんでこんな大事なこと忘れてたんだろう。たまには手伝わないとまた怒られちゃうかも。私たち成長したねなんて言ってたけど、子供の頃と全然変わってない。仕方ない仕方ない、人間そう簡単には変わらない。三つ子の魂なんとやらってやつ。はああれ、チカどうしたの。子供の頃から私たち一緒なんだって思って、ずっと一緒にいて飽きないもんだね。え、飽きるってそんな。ずっと一緒にいてずっと楽しいってことはよっぽど気が合うのかな。そうだよ、そうに違いない。これからは9人でもっともっと楽しい毎日になるね。今日くらいはうちの手伝いも頑張っちゃおうっと。